人生にサプライズをまこなりです。騙されたと思って変なお菓子を買ってください。王道なみんながよく買う人気のやつじゃなくて、きっと定番にはならないであろう、数ヶ月後には高い確率でなくなってるであろう、変わったやつです。今回適当に3つ買ってきました。まず1つ目こちら、コンポタージュサンダー。これブラックサンダーのコンポタージュですね。なんか書いてあります。安心してください、美味しいですよ。なるほど、いただきます。うん、これ全然コンポタじゃなくていい。次こちら、じゃがりこごぼ天うどん味。福岡の味って書いてますね。私福岡出身なんでこれうるさいですよ。ではいただきます。うん、これは地元福岡の有名うどんチェーン店ウエストのごぼ天の味、美味しい。意外と。でも多分次買うときはサラダ味。では最後こちら、ハードマニアしびれる花椒味。しびれ攻撃があなたに襲いかかる。いただきます。うん、辛っ。すいません、ちょっとこれ舌がしびれて撮影できなくなりました。ちょっと休憩させてください。いやでもね、しびれるやつ自分むっちゃ好きなんですよね、麻婆豆腐とか。だからかなり好きな味です。でもリピートはないです。すいません、今日紹介したものの中にすごいね商品を大好きな人がいたらすいません、勝手にキワモノと決めつけてしまいました。実は今紹介したような変なお菓子を買うこと、冗談じゃなくて人生を変える習慣なんですよ。以前にとあるウェブメディアに取材を受けました。取材の最後に記者からこう聞かれたんです。キャリアに悩んでる人にメッセージをください。私はその時にコンビニで変なお菓子を買えと言いました。周りの人はねすごいドッと笑っていました。カメラマンさんもインタビュアーも私のアシスタントもみんな笑ってました。またまたご冗談をと、まこさんと。私は人間としてまだまだ未熟なんで心の中でこう思いました。冗談なんてとんでもない、ここは笑うところじゃねえぞ、俺は正しい、あなたは間違ってるっていう発想はね誰も幸せにならないんで、一瞬頭にね血が上ったのをメタ認知して3秒でスッと抑えました。クールですね。コンビニで変なお菓子を買えという私のメッセージ、適当にね答えているように見えて実はかなり考え抜いた答えなんですよ。冗談じゃなくて本当に人生を変える力があるんです。世の中の成功者と言われるような人たちとそうじゃない人の違いは何だと思いますか？答えはポチり力です。自分がやったことないことに恐れるか恐れないかです。ここで言うね成功者っていうのは必ずしもお金持ちのことではありません。必ずしも経済力は関係なくて人生を謳歌して楽しんでいる大人のことです。でも本人が望まなくてもね、気づいたらそういう人ってお金持ちになっちゃうんですけどね。やりたいように生きているだけで勝手にねお金が集まってきちゃうんです、まあ、私もそんな感じです。成功者っていうのは普通の人がためらってしまうようなところをノータイムでポチッとやってしまうんですよ。自分のちょっとやってみたいっていう気持ちに嘘をつかない。例えば堀江貴文さんをはじめとして経営者でトライアスロンをやってる人って多いですよね。私も2年前に2回大会に出て完走しました。普通の人にトライアスロンやろうよと言うとね、多くの人はいやいや自分には無理だよと言います。自分は体力がないから、泳ぐのが苦手だから、練習が大変で時間がないから、長距離走最近やったことないし、自転車買ったりお金かかるしと、いろんなやらない理由を頭に思い浮かべて却下するんです。実際はね、水泳さえクリアできれば完走できない人はほとんどいないし、完走目的であれば自転車もレンタルで十分なんで、そんなお金かからないんですけどね。成功者の人たちっていうのはまずポチります。それが無謀だと思われるようなことでもためらいません。まずポチってからその後にどうしたらできるかを考えるんです。どうしたらできるかを考えるうちに、水泳さえクリアすれば意外と大丈夫かもしれないとか、チャリは必ずしも買わなくてもいいかもしれないとか、そういうことに気づき始めるんですよ。最初にやると決めるからこそ本気で考えて、どうやってできるかって考えて突破口が見つかるんです。別にトライアスロンを完走した人が成功するとそんなことを言いたいわけじゃありません。一見ハードルが高いと思えるようなことも実際に自分がやってみたら大変だけど案外できちゃうもんです。同じ人間なんですから。でもこういうね困難に挑戦することが大事だということは誰もがねもう頭で分かっていますよね。挑戦しようだなんてもう大昔からいろんな偉人が言ってるじゃないですか。もう聞き飽きてますよね。聞き飽きるほど頭で分かっているはずなのに日常的に大胆にポチっている人がどれだけいるかというとほとんどいない。私みたいな YouTuber の動画を見てその瞬間はねよしやってやろうと思っても結局次の日からは変わらない日常が始まる。それが大半の人なんです。頭で分かっているだけだと意味がないんです。人生は何にも変わりません。もうポチるという行為が呼吸のように自分が無意識に努力なんて全くしなくてもできるレベルの思考習慣にならないと人生は何も変化起きないんですよ。思考習慣というのは人間の考え方の歪みのことです。認知バイアスと言います。強烈な認知バイアスを与えるのは過去の経
経験です。過去の経験から人間が直感的に判断してしまうことを心理学の用語でヒューリスティックと呼びます。このヒューリスティックから生まれる認知バイアスが人間の人生を決めてるんですよ。私はトライアスロンだけじゃなくて渋谷から港未来まで1日かけて往復ランニングをするってこともやりました。なぜそういうことをためらいなくできるのかというと、中学時代がもう本当に厳しい部活で冗談抜きに本気で校庭100周とかやっていたからです。高校2年生の時に福岡市から広島市までママチャリでぶっ続けで16時間漕いで、そういった経験があったのも自分の価値基準に影響を与えています。あの時もきつかったけど行けたから今回もできるはずという認知バイアスが私の頭の中にあるんですよ。だからやろうと思うんです。ヒューリスティックによる認知バイアスは悪い方向に作用することもあります。例えば料理を作って失敗ばかりした経験があると、次からまた料理をするときに、ああ自分はまた失敗するんじゃないかな、人にまずいって言われるんじゃないかなっていう認知の歪みが生まれます。たまたまね、最初の数回失敗しただけかもしれないのに、自分には料理向いてないとそう思ってしまうんです。ポチり力を高めるために必要なのは成功体験です。うまくいくかわからないけどやってみたらうまくいった、10回中9回は失敗したけど1回はうまくいった、こういったね成功体験があれば次に似たような場面にぶつかった時にもしかしたらうまくいくかもしれないと考えることができます。あなたの思考習慣を変化させていくんです。でも成功体験が大事だと言っても、頭で考えて成功するならみんなビル・ゲイツですよね。だから思考回数を上げるしかないんですよ。思考回数を上げるっていうのはもうガンガン挑戦していくってことなんで、またポチり力が必要じゃんって、こういうループにね入っていっちゃいます。そこで私がおすすめしているのが、ハードルを限界まで下げた小さな挑戦を日常からやってみるってことなんです。やっと今回の本題に戻ってきます。私がコンビニで変なお菓子を買えと言ったのは、最も最小工数でできる取り組みやすい挑戦だからです。正直ね、小さい挑戦なんて無限でありますよ。朝いつもよりも大きな声で人に挨拶してみる、1時間早く起きてみる、行ったことないお店に行ってみる、ジムに通ってみる、毎日ツイートをしてみる、無限にねこういった挑戦ってある中で、なぜ私がコンビニで変なお菓子を買うことを勧めているのか、一番の理由は聞いた人に覚えてもらえるからです。私は自分のこういったね YouTube での発信とかを通じて他者の行動を促したいと思ってます。抽象度の高いありきたりなメッセージは人に覚えてもらえません。覚えてもらえなければ実行されることもありません。ただね、聞き障りのいいことを聞いて相手を満足させているだけってことになっちゃいます。変なお菓子を買えっていうのは意外性があって具体的で、聞いた人に覚えてもらえます。だからこういうメッセージにしてるんです。変なお菓子を買えと言っているもう一つの理由は、周りの人に興味を持ってもらえるという成功体験を得られるからです。私はコンビニに行くために買っているわけじゃないんですけども、結構ね変なお菓子買うことあります。お菓子だけじゃなくて変なスイーツだったり飲み物も買います。昔ガリガリ君がシチュー味、コンポタージュ、ナポリタン味を出していましたけども、もちろん全部買って食べました。特にナポリタン味はまずかったですね。あれはね本当に最後まで食べられなかったです。で、私はこういうもの買っても基本的にね、いつも動画で言ってるように糖質は普段少なめにしてるんで、3分の2以上は仲間にあげてますし、美味しいと思うものも本当にねごくわずかなんで当たりなんてあんまりないんですよ。でもそれでもこういう習慣ずっと続けてます。この変なお菓子を買うって素晴らしい成功体験が得られると思ってるんですよ。で、ここでいう成功体験っていうのは、こうコンビニでね変なお菓子を買っていって、例えば激辛とか買っていって、これ食べてみるとか言うと、見たこともないお菓子なんで相手も高確率で興味を持ってくれるんですよ。え、何それ辛そうみたいな、もうそうなってる時点でもう自分が話題の中心になってるんですよ。盛り上げ役になっているということです。大体変なお菓子を買っていくと大抵の人は自腹では買わないんで、一口ちょうだいと言ってきます。そしてあげると、まずとか、俺は意外と好きだなとか、まあまあだねみたいな、みんな感想を言い合って、その場がねすごい盛り上がることが多いんですよ。もちろんね、自分一人で孤独に食べて終わることもありますけど、結構私は人にあげます。人にあげることで話題を作り出してます。で、そういうのをいつも買ってくると、なんでお前こんなの買ったのってその場がなるんですよ。それがもしカルビーの薄塩ポテトチップスだったりアルフォートだったら全然盛り上がらないです。変なものだから、ユニーク性が高いからみんな興味を持ってくれるんです。100円ちょっとの変なお菓子を買うだけで話題の中心になることができる。失敗しても大した損失にはならない。別に人に恨まれることはないですからね。そう考えると変なお菓子を買うってめちゃくちゃコストパフォーマンス高いと思いませんか？なのでまずはポチり力を高めるために変なお菓子を買ってみることから始めてみてほしいんですよ。普通の人があまりやらないことをやる習慣があれば、どんどん新しいことをポチる能力が高まっていきます。この動画をみんな見るんで、みんな変なお菓子を買って希少価値がなくなるじゃないかと思った人もいるかもしれませんけども、安心してください。どうせこんな動画を見ても行動する人なんて10人に1人も絶対いません。ああだこうだ理由をつけて変
なお菓子なんて買っても意味ないだろうと、結局孫の社長そうやって目立ちたいだけだろうとか、いろいろ難癖つけて結局やらないんです。私の話がね、絶対に正義だというつもりはありませんけども、もし今日の話に共感してくれた人がいれば、今すぐ、もしくは明日の朝、通勤の途中でもいいです、学校に行く途中でもいいです、コンビニにフラッと寄って普段は絶対買わないような変なお菓子を買ってみてください。食べ物、飲み物、何でもいいです。絶対ね、買ったことないやつってあると思うんですよ。そしてその買った食べ物、飲み物をこの動画のコメント欄に投稿してください。できる限り私はリアクションつけるようにするんで。私の動画のコメント欄とか見ていて思うんですけど、みんなね、どうしたらうまくいくのかって考えすぎなんですよ。大胆な挑戦が全てじゃありません。お菓子を買うみたいなね、そんな小さなことでいいんですよ。小さなことから驚くほど人生ってのは変わっていきます。私の一番最初の原体験を思い出してみると、小学校の授業で図工をね、自分なりに創意工夫して頑張ってみたんですよ。そしたらみんなにすごいねと褒められたんです。で、めちゃくちゃそれが嬉しくて、その次の授業でももっと面白いものを作ろうと思いました。最初はね、そんな大胆な挑戦ではなくて、ちょっとこうしたら面白いかなと思ってやってみたんです。それが小さな成功体験になって、次の図工ではもっと面白いものを作ろう、学校以外でも面白いことをやろう、みんなのリーダーになって面白いことを企画してやってみようと、どんどんこうポチるものが大きくなっていったんです。みんながやっていないプログラミングをやろうと、プログラミングで世の中にない新しいサービスを作ろう、自分で起業しよう、 YouTube をやってみよう、そういうね、どんどんポチるものが大きくなって今に至ります。変なお菓子を買えば買うほど成功するとか、そんな極論を言うつもりはないです。でも間違いなく言えるのは、今明日から取り組める小さな挑戦からあなたの人生は変わっていくんですよ。人生を変えるのは遠い将来に描く抽象度の高い夢ではありません。明日から簡単にできる超具体的な小さな挑戦なんです。もし明日からできる小さな挑戦がパッと思い浮かばないって人は、変なお菓子を買ってください。皆さんのコンビニで変なものを買った報告、楽しみにしています。ということで、今回も最後まで動画見てくれてありがとうございます。 YouTube では話せない価値ある話を配信するまことのインサイドストーリーズ、好評配信中です。今登録者1万人を超えて、たくさんの人に好評いただいています。ぜひ概要欄のリンクから見てみてください。私のケースのリブでは、日本最大級のプログラミングスクール、テックキャンプを運営しています。未経験からプロのエンジニアに確実になりたい方、もしくは教養としてテクノロジーに強くなりたい方、ぜひね、無料カウンセリングに参加してください。オンラインでもやりきることができます。最後に、もしね、まだチャンネル登録してない方がいれば、ぜひチャンネル登録忘れずにお願いします。これからも仕事や人生に役立つ話を配信していきます。この動画を見て良かったな、面白かったなと思ってくださった方は、高評価コメントをしていただけると嬉しいです。これからも皆さんの人生に役立つ話をどんどんしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。